東京電力は今年4月から原発事故に伴う住民への追加賠償の支払いを行っていますが、事故当時富岡町に住んでいた人向けに賠償の概要などを知らせるダイレクトメールおよそ2600通を誤った住所に発送している可能性があると発表しました。東電はおととい、住民に送付している個人情報が書かれた請求書およそ1000通を住所変更前の住所に誤って送っていたと明らかにしたばかりでした。東電は誤ったダイレクトメールの回収を進めていて、正しい書類を再発送することにしています。